はい、ございます。ゼロです、今日はですね、宮島郷に来ております、それでまあ何をするかというとですね、今撮ってるのがニコンの Z50 なんですけれども、これでですね、なんか Vlog みたいな撮影の仕方で、今回はこの一の滝ですね、ここから二の滝まで、撮影していこうかなと思います、まあ、いつもみたいな歩きをの動画ですね。これをまあなくすような感じで、止まって撮影しては止まって撮影してはみたいな感じですね。っていうやり方でちょっとやってみようかなと思います。では早速行きましょう。はい、人がいるんでちょっと滝の撮影があんまできなかったですけど、まあ、動画の設定ですので、シミうるせえな、設定はですね、本当に、動画を撮るためだけの設定に今なってますね、マニュアルモードで、4K の 30p ですね。で、シャッタースピードは60分の1にしてます。で、クリエイティブピクチャーコントロールですね。クリエイティブピクチャーコントロールは以前試したフラット 10p ってやつですね。これにしてます。で、後で色をちょっと補正しようかなと、はい、思います。で、ホワイトバランスは、自然光オートかなに多分なってると思います。はい、二の滝方面行ってみましょう。はい、今日はちょっと場所が場所なんで、光の量ですね、なんかすごく日差しがこう差し込むところもあればですね、まあ、少しこう、木の下入るともうね、光が足りなくなるので ND フィルターはね、まあ、その都度調整しながら撮っていくような感じですね。結構手間といえば手間ですね。なので可変の ND じゃない場合は結構めんどくさいかもしれないですね、これね。まあ F 値とかで調整してしまえばそれまでなんでしょうけど、まあ、F 値は変えずにできるだけね、 ND の方で調整していくってことをちょっとやっていってみます。今日みたいな晴天だと ND はだいたい16かな。可変 ND ですけどメモリーで見て16ぐらいですね。4から16ぐらいをなんか場所によって行ったり来たりしてる感じですね。ちなみにシャッタースピードは今60分の1で F 値が 3.5 ですね。焦点距離まあ1650の開放のところでほぼ撮ってるんで F 値は 3.5 で、ISO がやっぱりちょっとずつ変化する感じですね。はい、ではここ渡って二の滝の方ですね、向こうの階段登っていこうと思います。
今日は晴れてて下が乾いてるんで、まあ、滑ることはなさそうですね。だいたいいつもこう来るときに下濡れてるんで滑って歩いてますけど、今日は大丈夫そうですね。はい、あと音声ですね。音声は今回、オートで撮ってみてます。普段はね、数字で調整してなんか大体の位置で撮ってたような気がするんですけど、今回オートにしてます。なのでどういう風に撮れてるかはちょっと帰って確認してみないと分かんないですね。はい、そして新潟崎に向かう遊歩道の入り口ですね。はい、今ここら辺まで来ると ND はこれどんだけだっけな、4から32の ND だったかな。で ND を一番明るくしてもですね、 ISO500 ぐらいまで上がっちゃってますね。なのでまあこの幅だとどうしても ISO は上がっちゃいますね、可変だとね。まあ、逆に可変だから調整できるっていうなんか強みもあるのかもしれないですね。うん、これくらいだと ISO1000 ぐらいになっちゃいますね。まあ ND フィルター外すのめんどくさいんでもうこのままですけど、あとはもう少し、あれだな、もう1、2ヶ月ぐらい後に来た方が、ちょっとこのセミの声とかもなくて、もうちょっとこう、川の音とか楽しめるかもしれないですね。朝露が綺麗なんですけど、撮れてるかな、これ動画で。さあ、そして二の滝までやってきました。今日も綺麗だね。相変わらず水しぶきがすごいことになってますけど、撮れてるかな。はい、ということで、一の滝から二の滝までちょっと Vlog 風に撮ってみるという動画でございました。ちょっとね、やっぱり途中写真もね何枚か撮ったりしたんですけど、一つねやっぱり、面倒というか、ここをこうしたらいいかなっていう風に思ったのがですね、この、写真のモードと動画のモードでですね、まあ、基本的なこの設定は保存されるんですけど、なんだっけ、クリエイティブピクチャーコントロールとか、この辺の設定がですね、共通で、
この写真と動画のモードを切り替えてもですね、この部分って変わらないんですよね。なのでここの部分も画像の方、写真の方と動画の方で別々に設定が保存されてくれるとなおいいかなと思いますね。あとホワイトバランスとかね、まあ、こういったその色味とかに関わる部分っていうのはもうこの写真と動画ですね、それぞれ設定がね別で保存されてくれると、この切り替えた時にねいちいちそこを見直さなくていいので、まあまた一つ手間が減るかなっていう感じはしますね。まあそう、こういう運用の仕方をね知ってる人がどれだけいるかわかんないですけど、まあ F 値とかねシャッタースピードとかこの辺が引き継げるんであれば、こういったクリエイティブピクチャーコントロールだったりホワイトバランスの設定も、一緒に引き継いでくれるとありがたいですねっていうのがちょっと一つやっぱり思ったところかな。というところで、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。